おはようございます。まだ真っ暗ですね。ちょっと水の音が若干、まあ、うるさいかもしれませんけども、放送をお届けしますね。午前5時になりました。山梨県のこれ岩佐温泉からお届けしています国家宿ニュースでございます。いや、ありがたいですね。旅の途中途中で、いろんなものをいただいて、いろんなね温泉に入れていただいて、感謝でございます。このね、山梨県っていうのは実はですね、マグロの消費量が、まあ、全国でも有数というかトップクラスなんですよね。もうすごいですね。海に全く面していないこの山梨県というところで、いや本当に山に囲まれてるんですけどもね、海の幸がとっても美味しいというか。で、私サバのお刺身ってめったに食べないんですけども、ここで出たサバのお刺身っていうのは絶品でですね、しっかりといただきました。本当にありがとうございます。それから名物はほうとうですよね。ぜんざいにうどんみたいなのが入ってるやつなんですけども、こちらの方も今日宿泊させていただいているホテルで、まあ、食べ放題という時間帯がありまして、しっかりといただいてまいりました。山梨でねオフ会集まっていただいた方、本当にありがとうございます。まあ、この山梨でね2回目のオフ会ができるのも非常に嬉しいなと。で、前回オフ会したのが6月だったんですよね。6月から現在11月なんで、半年間の間に2回来れてるんですよ。まあ、そういう地区もございますんで、ぜひね各地区の皆様お声掛けいただきたいと思います。私47都道府県どこにでも参りますんで、一人でもねいらっしゃれば参りますんで、ぜひね予定を立てさせていただければと思います。お、11月5日今日は縁結びの日、電報の日。お、永井さんありがとうございます。今日は縁結びの日ね、これはご縁のあることでございますね。はい、ありがとうございました。で、来週なんですけども、11月10日は福岡の方に、まあ、結婚式でね、呼ばれていきますけども、特化塾の塾生さんが福岡で結婚ということで、おめでとうございます。こちらの方に、きちんとねお祝いを申し上げに行かせていただきます。で、2週間後は海老名の方で FX のオフ会がありまして、17日はコンサート付きのオフ会が今度はね静岡県富士市でございますので、順番に、伺いますので皆さんお待ちくださいませ。で、12月なんですけども、12月1日は福岡の第2回目のオフ会ということで、第3回目もね続けるようにやっていきたいかなと思います。もちろんですね海老名とかこちらの富士市、それから山梨、それぞれ2回目でございます。福岡も2回目になります。で、今度初めてなのは熊本ですよね。熊本一応ね12月2日の予定で参りますので、まあ、引き続き幹事さんよろしくお願いします。では今日はですね、朝のご挨拶とこのオフ会のお話になりましたけども以上でございます。皆さんも良い一日を。まだ暗いでしょ、真っ暗ですよ、真っ暗、真っ暗の中、朝風呂の、あ、そっか、塾、久保からお届けしました。では失礼します。